はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回は一番くじ引いてきたということで、それについてまあグダーっとしながらやっていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。今 FGO の方で水着剣豪7番勝負の一番くじが販売されております。まあそれ15回引いてきたんで、まあ開けていこうってやつですね。はい、では早速やっていくんですが、まず15回引きました。さっきも言った通りで、当たったやつをいろいろとやっていきましょう。まず一つ目がこちらですね。はい、H 賞の、おぉびっくりした、15時のアラームが鳴った。H 賞のチョコノッコフィギュアですね。まずこれがですね、1、2、3、4、5、6、7ということで、めっちゃ当たってるんだよね。まあ、15回中半分はこれで埋まったって感じです。ただまあ、これに関しては確か ABCDEFGH なので、一番まあ当たりやすいっちゃ当たりやすいやつがあったんで、まあこれですね。え？本商品の年齢がなんか15歳以上ですって書いてるけど、これ絶対15歳もいらないだろってめっちゃ思う。まあこれに関してはちょっと、後に開けて、いや、今から開けるか。今からゆっくり開けていきましょう。よし、ということで、まず一つ目。ほい。ほい。あ、北斎ですね。あ、やっぱ可愛いな。一応種類としては、このいずれかが入っておりますよーと書いているんで、まあ個人的に、まあメルトとか来てくれると嬉しいなーっていうのがあったりするかな。そして二つ目。ほい。ああ、武蔵ちゃんだね。二人ともいい感じに来たな。ゴミは、とりあえず、床に置いておく。三つ目。いや、ここら辺はマジで。ほい。ああ、おさかべ姫ね。いや、なんか、いい感じに、なんだろう。なんか揃ってきてるな。なんか関連性が一応多めっていう子たちが来てる気がするわ。そして、四人目。なあ、沖田さんですね。ええやん。すごい、なんか今のところかぶりがない。かぶりがないこと自体に結構驚きを隠せないんだけど、大体こういうのってなんかかぶるからね、めちゃくちゃ嫌だなーって思ったりするんだけど。で5体目ですね。5体目。ああ、かぶりましたね。沖田さんですね。まあかぶってしまったらしょうがない、かぶることもあるということで、6体目、北斎だね。うん。今一瞬どっちが頭か分かんなかったけど、北斎でした。そしてラスト、ラスト何が出るかな？ほい。あ、カーミラさんですね。っていうことは、種類としては、あれか、マーリン、メルト、バニーウェだけ当たらず、それ以外は一応一定ずつ当たったってやつだね。いや、これは普通にいい引きな気がする。よし。ということで、次。H 賞終わって、G 賞行きましょう。G 賞なんですが、ラバストですね。はい。まあラバストで選択式だったんで、とりあえず好きなやつ選んできました。はい、1つ目、そして2つ目、そして3つ目、そして4つ目ということで、ラバストに関しては合計4枚ですね。これでもう11種類あるっていうね。でここのラバストに関してはどれぐらいあったっけな。あ、書いてねえや。書いてねえから覚えてないです。ただ黒ひげとかもあったりしたから結構種類は多かったんじゃないかなと思います。で次 H いったんで F 賞ですね。 F 賞に関しては、フェイスタオルとなっています。なんか俺フェイスタオルがさ常々増えてって、もうそろそろやばいんだよね。ということで、まず1つ目、はい、水着仕様、水着やりようですね。2つ目、はい、沖田さん。そして、3つ目がメルトリリスっていう感じだね。でフェイスタオルの種類がここにって感じでデザインのやつ書いてるんだけど、結構俺色合いがなんか全体的に好きですごいいいんだよね。割とこれはお気に入りで使うかもしれない。
割と獅子上が、ん？獅子上違うな。父上が一番、なんか、個人的にかっこいいなって思ってる。ということで、これが3種類ですね。はい。そして、ラストなんですが、ラストは、なんとかギリギリ当てたい、いい賞の、ジャンヌの、やつですね。はい。いや、これ、当たった時に思ったのが、サメいるやんっていう。開けていくか。サメがいるのはもちろん当たり前なのかもしれないけど、どういう感じに作られてるんだろうな、これ。そこがちょっと気になるんだよね。サメさんが。いっと。これだけ普通に開けたいな。お！ちゃんとなんか、さっきのチョコの子と違って、プチプチに入ってる。なんかすごいな。開けるか。ちょっと待って。なんかジャンヌよりもサメの方が嬉しいんだけど。ちょっと開けるか、ちゃんと。はい。サメと、サメ、サメと、ジャンヌですが、これ、これはさ、なんか、結合できるとかそういうわけでは、ない。ないね。サメと、ジャンヌが単品で入ってるってやつですね。はい。これに関しては普通に置いとくだけでいいんだけど、これ一番置きやすいね。なんかこういうのってさ、なんかちょっとブッてやったらさ、あっ！ってなったりするんだけどさ、これ絶対ブッてやっても飛んでいくだけだしね。すごいな、これ。なんか、シュール、サメの方がシュールすぎてちょっと好きになってるわ。作り込みちゃんとしてるな。遊ぼ遊ぼっていうのが聞こえてくるかもしれない。ということで、まあとりあえず、15回分引いてきたんですが、結果はこんな感じになりました。まあぬいぐるみの方は当てたかったなーって気持ちはあったんですが、まあ当たらない時もね、もちろんあったりするんでね、まあなんとなく外出した際に残ってたら、まあ追加で引いてみようかなという感じかな。うん。ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあ、バイバイ。ピントが地味に合わない。